ノワヤさんと、ウルフギャングこれね今日そういえばお互い何の打ち合わせもしなくて、うん、ライブ T なんですよこれ。バナナマンライブの T シャツ着てくるっていう、うん、そう、はい、アロハヤアロハヤウルフギャング OK ガーリックシュリンプどこのトラックジョバンジ、うん、じゃあウルフギャングウルフギャングアロハヤさんガーリックシュリンプトラックです。これもやろうかじゃあ日村さん、うん、せっかくだやってみちゃってみてお互い外れたら僕に買ってもらいますもう全然いいよこれやってないよ何もやってないよ何もやってないダメだねごめんごめんダメだよバカ野郎いいけど宮本さんだったらいいんだけど何でいけるかなと思ったそうだな日村さんもなんだかんだよちょっとわかるでしょ出しそうなやつって、うん、出してるであろうものはなんとなくわかるけどもちろんだって一緒に行ってるところなんだから多分、うん、だけどうん日村さんはね朝飯入れてんだろうなどっか、うん、朝飯、うん、あそこ床が黒と白のさ、うん、床が黒洗わないあー、1回目の時に食べたマングースみたいな名前ねいやいやうん、だからだからマングースみたいな名前じゃんちょっと黙っててちょっと黙っててちょっと黙っててええ、俺が出すよだってロンギースあロンギースほらマングースみたいに来たマングースみたいにあそうなんだそうロンギースだけどあそこねなんかこの前行った時にあそこの前工事しちゃってんの、うん、なんかあそこに、ま、マンションとか建てんだってまた、うんうん、だからあそこ数年後、うん、海見えなくなっちゃうあロンギースからの景色が変わっちゃうんだそうそう、うん、だからもしかしたらそういうの考慮して入れてない可能性がある、うん、ココナッツバッグ買ったとこも言いそうだけどあそこもあそこもビルになっちゃうんだよねすごい知ってるいやだからいやこの前行った時に、うん、あれっつって今入れなかったあそこも、うんうん、あもうできたかなって来たできたあじゃあもうラーメンあったかいうちに食ってからベスト3やっていい あいいよちょっとせっかくね美味しいラーメン美味しいの美味しいしかないのうわコーラもまたこのうまそうなやつ来た来ましたねラーメンおはいおおなんだこれすげえ泡立たれてるあれそっちもだすごいあわあわじゃあおにぎりおにぎりだ日村さんが鶏パイタン設楽さんが豚骨醤油同じに見えるねこのあわあわは何なのブレンダーでブレンダーにこんな泡立て器みたいなのでこのスープをですかそうですねすげえ香りが美味しそうゾレイまたゴイズが出てきたうまそうすごいね設楽さんのは豚骨醤油ですねほらやっぱこっちはすげえな新しいねちょっと、はい、うまい早くない早くない、いやまあスープうまいうまいですよねあ美味しい豚骨醤油うまい日村さんのが鶏パイだ。はい、変わったね。俺のファーストだ。俺のファーストだ。どうしたんだよ。俺、半分ね今もう持ってかれるよ。半分ねえよ。レボリューション。レボリューションじゃないよ。今いただきます。あ、すっげえうまい。言っていいよ。すっげえうまい。あこっちやっぱ白濁してる。バナナ TV といえばエンターテインメント、うん、見てる人を生まれてきそうなエンターテインメントを、うん、